福岡といえば屋台です。今日は屋台でご飯を食べたいと思います。で、今から行くところは黄金ちゃんっていうところなんですけども、焼きラーメンとか焼き餃子とか、なんかそういったものがあるみたいなので、今から行きたいと思います。入れるかな。ビール飲むよ。ビール。結構ね、人がいっぱいなんですよ。いやいや、最高。アホタレーノもさ、結構人気なんだよね。そう、アホタレーノも人気だね。屋台ね、めちゃめちゃ混んどったから、ちょっとね、信長本家という焼き鳥屋さんでちょっと一杯挟んでから、そう、こういうとこでいいんじゃない、行こうかなと思います。やっぱり福岡は焼き鳥も美味しいということで、ちょっと楽しみですね。乾杯。お疲れ様でした。うわー、兄貴行くね。どう？これやばいわ。半年ぶりだぞ。半年ぶりだよ。うわ、父ちゃんもま、父ちゃん腕肩と二頭筋。すごいでしょ。このビール持った時の。持つ時です。筋肉が出て。分かってるな。次これ。あー、でもこれ4月で。うなぎも。で、オクラの巻き、つくね、皮。オクラ？正解。ありがとうございます。すごい。かな？オッケー。唐揚げに、イカゲソに、コロッケ。そして、酒蒸し。コロッケ。うん。おいしい。そして、ビール。もう食べ慣れてない。美味しい。お酒美味しいですか。いや、お酒はね、美味しいね。美味しいけど、まあ分かんないな。分かんないんだよ。ごちそうさまでした。あ、読め、はい、じゃあえいごー、はい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 、もうゆっくり行ってきた。はい、アホタレーノ。いや、よく知ってる。じゃあ失礼します。絶対美味しいと思って。絶対美味しい。絶対美味しい。今日大会だったんですか。そうですよね。ちょっとビーチバレー。いや、ボディビルダー。ビルダー、ビルダー。キレてる、キレてる。ちょっと楽しいです。やば。みんな今日大会だったんですか。姉さんもかっこいい。お兄さんも。ああ、そうそう。まあ僕もですけどね。おいしい。うまい。焼きラーメンです。じゃん、初の焼きラーメン、いただきます。ラーメン、紅生姜は最高ですけど、うん、ラーメンなんだけど焼きそばみたいな感じ。うまっ。おいしい。ぜひ皆さん食べてみてください。トレーニングするとやっぱ出す。あれを常に出したら勝てるんですよ。バーッと出せばいいんだ。性格が良すぎる。良すぎるんだ。今回のこうやったら本心をもっと出した方が多分もっと自分のところに行ける。何かを失うかもしれないけど、いいじゃん、そんなの失ってて。失ったものって失うものより得たものが多いから。何に好かれたってしょうがないんだって。そうだよ、俺だって。そう俺いいでしょ。好かれたってしょうがないんだよ。一人か二人にちゃんと好かれればいい。ちゃんと思ってくれる人も。それできたから給料なし。あれ、何だっけ。まさにそういうこと。いやー、勉強になります。やっぱり人生の先輩だからね。ありがとうございます。ありがとうございます、先輩方。長洲に来ております。夜のお店じゃないですよ。デザートを食べに来ました。で、今から行くお店は12時までやってるお店らしくて、デザートが食べれるということで、ちょっと長洲にやってきたんですけども、
怖い。長洲なんて来ないからな、怖いわ。スイーツ店が今日定休日だったので、みんなでコンビニでブラックモンブランを食べてます。ブラックモンブランは九州にしかない限定商品なので、あのね、すごく貴重です。これね、すごく美味しい。みんなで食べてます、チョコレート。これこのね、チョコレートのザクザク感と、まあ、バニラの甘み、うん、これぜひね、九州に来た時は食べてみてください。 Next morning. 長浜ラーメン一食目は長浜ラーメンです。行ってきます。このちっちゃいグラスよ。いただきます。ね、朝から飲んどるかな。ね、糸島に来ました。こんな、これは初めてです。これはすごい。私はこのマンゴーのパンケーキを頼みました。ではいただきます。あ、ふわ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 、全然甘くない。嘘、甘くない、うん、た重くないね。じゃあ重くない。いいね、いい、これいい。いただきます。美味しい。うん、うまい。うまいわ、なんか満足です。名古屋に新幹線で来ました。で、名古屋といえばやっぱり山ちゃんということで、手羽先の山ちゃんを今から食べていきたいなと思います。出て、これ見ないで食べてみて。はい、そうやって食べるの。なんか食べ方でこの裏に書いた。なんでそんな慣れてんの。なんでそんな慣れてる。まあ俺はけど普通にちょっとわからんから。で、はあ、うん、どうですか。どうですか。台湾ラーメンの頭。どういうこと。上に乗ってるやつ。ああ、そういうことね。台湾ラーメンの頭です。じゃあいただきます。あれ、いただきます。うん、うん、めっちゃ辛いわ。やばい、今日危な。辛いの苦手や。これで、これを食べてもらいたいわ。いただきます。はい、お待ちいたしました。幻の名古屋コーチンのようなものになります。幻。Monday, another week. I can't believe I'm counting.